休みの日は取りダメを消化。宇宙編って編成変えないといけないから、正直時間がかかるんだよな。編成は前回と一緒、だったと思う。ステージに合わせて攻略できるように配慮。では参りましょう。時間がかかるので倍速します。ああ、途中から編成変えないと攻略できないので、今回は進んだらエキストラキャラを使っていきます。今まで超激レアに頼ってたから、レベル20でどうなるか楽しみだな。不安要素はありますが、やるだけやってみましょう。出せる数に制限があったり、制限なしだったら今のところ問題ありません。ルミナリアを出す時間を稼ぐんだな。伝説キャラってだけではなく、対エイリアンキャラにしては移動速度が断地。レベル20時点での体力も9万6000と高め、エイリアンだけに能力を絞った結果、スペックも悪くないです。そういえばエイリアン戦に使うキャラって、ここまで速いやつって珍しいよな。ここで編成の変更。レベル20が上限のため、レアの一部しか第3形態にできないのと、いろいろ制限はありますが、10違うと選択範囲が変わります。無理やり大型で攻略しようって感じが出てるな。一応激レアも使えるので、天空と島に頑張ってもらいます。スターペンとか星付きはなかなか倒せないみたいだな。現環境では伝説使っても、妨害して進ませない。その間にお嬢で攻撃が鉄板。攻撃面はお嬢に頼りっぱなしです。レアして無駄にしたから、極猫祭はお預けだもんな。窓マギコラボは引きたいので、猫缶は確定で使います。猫缶使わないで、確定時に確実に入手すればよかったな。今回は極猫祭での確率変動の証明はできませんが、レアチケ10枚なんとかして準備します。これは無課金編成じゃないか。攻略が進めばレベル20での無課金攻略できると思うぜ。必要なキャラが結構いますけどね。極ムズステージも一部しか攻略できないので、現時点での戦力はこんなところ。バリアブレイクは駆動戦士に任せて、あとは攻撃力で破ります。ムートが要だな。では本日最後のステージ。1章で一番耐久性の高いバリア持ち。4万なので覚醒ムートで十分破壊できます。ウルトラ命名みたいなやつが出てきたら、その時は考えないといけないな。猫パティシエが本能でバリアブレイクつけれますが、レベル30でないと本能は付加できないんです。じゃあ7分か釣り向き足を準備するんだな。ああ、負けちゃいましたね。同じ編成で再挑戦。前に進ませないように猫ラッシュ。お金を貯めていくんだな。弱点もグーも邪魔なので、最初は考えておきます。おい、厄介なことに弱点もグーが前に出てしまったぞ。ウルルンで吹っ飛ばしてみましょう。当然バリアがある間は妨害は無効。あっ何もする前にモグーにやられた。これは攻撃頻度と移動速度の問題だな。駆動戦士出しても多分やられるぜ。どうやら1体はウルルンがバリアブレイクに成功。ヒットバッチしたので様子を見ます。タイミングがあるから、それを見極めてムートを使わないとな。モグーは2体。みんなの攻撃はヒットするようですね。そして並びが変わったところで確定ムート。なんとか攻略できました。最高のお宝もゲットしたところで、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次は条件が変わるので次回、1200円以下って厳しいな。